ゆずのオールナイトニッポンゴールド。さあ早速ですが、はい、重要なお知らせがあります。今夜のゆずのオールナイトニッポンゴールドですが、なんと、うん、ナイター中継が延長のため、はい、スタート時間を変更してお送りします、ね。時間が短い分、中身の濃い話をたっぷりとしちゃいます。この後始まりますのでお楽しみに。出演したフェスでうろうろしてたら、屈強な二人の男に止められました。シクラメンの格の違い。こんばんは、シクラメンの鉄波です。桃紅茶です。肉団子です。さあこの番組はゆずさんのオールナイトニッポンゴールドの放送時間を10分ほどお借りしまして、はい、届けているこの時間は、はい、ナンパしようとクラブに入るも怖すぎてボルトが 100m を走り切るタイムより短い時間で出てきちゃう三組これねこれね結構ガチです。ガチです。すげえわかる。わかります。このねみんなね、めっちゃわかる。歌ってる人だからってクラブが好きだと思うのよ。そうですね。本当にシクラメンは、ね、苦手ですから。苦手ですからね。いやまあそんなシクラメンなんですが、はい、最近はですねありがたいことに、はい、まあお昼の活躍の場を増やしていただきまして、はい、たくさんのフェスで、フェスや、そうですね、はい、ライブに出演させていただいて、うん、はい、まあちょっと半ば天狗気味ですよ。そうではないでしょ。そうではないそうではないでしょ。あのキャーキャー言われて、わーわー言われて、嬉しいですね。まあまあ嬉しいですね。そうなんですけど、はい、あのね最近ですねちょっと格の違いを感じると言いますか、冒頭でも言いましたね、はい、何なんですか。俺は最近あの出演したあの、まあ、フェス、はいはいはい、まあアーティストとしてこう出演させていただいてるんですけど、はいはい、まあ、そういう時ってこうさ僕らオールパスのこういうね黄色いこう腕輪とかつけてますね。そうですね、はい、オールパスをつけてるから、まあ、ちょっとこれあの あっち何があるんだろうと思って、うん、僕こううろうろしちゃうんですよ、うん、いろいろ。そしたら屈強な男2人にね、うん、こうバッとこう目の前に来まして、うん、おおなんだなんだと思ったら、これガチですよ、タメ語で、うん、いや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 いきなり、うん、お前何やってんのみたいに言われて、ふーだから僕結構自慢げに見せましたよ、うん、これつけてんだと、ええって書いてある、そうオールなんとかお店の黄色い腕輪を見せて、うん、うん、つって、これ見えねえのかつって、俺今日出てんだよつってそしたら知らねえからって知らねえからってそんなの関係ねえからそんなの関係ねえからって僕あの出演今日あのライブ出てるんですけど、ね、いや知りませんよみたいな、こっからはあのそのあれがあっても入れませんからって。へえ、そんなエリアもあるんですよ。そのあのやっぱあのちゃんとねあの仕事する人たちの場所だったりとか、まあ本当にあの、まあ、主催者さんしか入れないような場所とかあって、そういうところはね分かるけど、あのね、まあ、これは格の違いと言いますか、結構ねアーティストあるあるだと思うんですけど、まあまあ新人というか、まあ、まだまだですけど、まあまあそういう人たちじゃなくても意外にアーティストさんってねおとなしい人が多いから、ね、あんまり後ろでゾーンってしてる人をねいないまだ見たことないですね。ないです、はい、本当にぐろいりぐらいうろうろしてるのはあの岩沢さんと槙原のりゆきさんです。確かに確かにね。いやちょっとあのなんか屈強な男に止められてちょっとただ怖かったって話なんです。怖かったね。あのあんまりあの怖くしないでください。さあ、ね、はい、これあのコーナー行きたいんですけど、はい、おなんかあのこれ覚えてるかなみんな、このねカラオケの採点機能でね、はい、嫁の歌う彩香の点数を、はい、まあ、下回ったプロのミュージシャン、それがねうちの肉団子くんなんですけど、すそんな肉団子くんにリスナーさんがアドバイスを送ってくれるという、はい、なんと画期的なね、はい、コーナーなんですけど、はい、あのあれからカラオケ行きました？いやまだ行けてないです。なぜかっていうと前回もらったじゃないですか。いやいろいろいいのありましたよ。であったんですけど、うん、まだちょっと僕自信がない。だから彩香のあの歌ってる時のとこでこう邪魔するみたいな。それじゃまだ勝てない。あそうなんだ。もうちょいアドバイス欲しい。邪魔しても勝てない。もうちょっとアドバイスください。早速ね、そんな肉団子くん、アドバイス来てますよ。おお、はい、ありがとうございます。埼玉県にお住まいのラジオネームひとみさんです。はい。よく人から、あの、一人カラオケに行くので、アドバイスさせてください。おお。私は音程と抑揚がポイントだと思います。はい。抑揚は、サビ以外でマイクを離し、サビでマイクを近づけるといいですよ。ああ。簡単なんで、やってみてください。マジかよ。ありがとう。ありがとう。すごいですね。ひとみさんありがとう。やっぱ音程と抑揚よろしいですよ。いやあのね、ちょっとライブの時とか、一応ね、申し訳ないけど、
だからその欲求ちょっと言い訳して申し訳ないけど、僕一応プロでじゃないですか。なんで、まあね、マイクの距離変えなくても声の大きさ変えられない。でもでもまあ何言ってんだよ。別にマイクで調整してますよ。でも僕たちはアーティストかもしれないけど、この人はやっぱカラオケでの採点の取り方だから。そう、一人カラオケのプロだから。プロですから。俺はあのあれとは違うから。一人から。人からのカラオケはもうその距離感が大事だってことね。ひとみさんが言ってんのは緩急だから。そうですよ。大事なのは抜くとこ抜いて、入れるとこ入れるっていう。そうですね。簡単ならやってみて。やってみてっていうの。わかりました。頑張ります。できる？できます。でも練習しています。いいですね。はい。ひとみさんありがとうございます。はい。はい、そしてさらに、大株主、ラジオネーム大株主さんです。はい。座って歌うより、やっぱ立って歌った方が声出るよ。いやでも、まあね、これはね、なるほど、確かだわ。確かですよ。だってカラオケのもうプロたちが言ってるわけですから。もうね、申し訳ない。恥ずかしいこと言うよ。うん、前回立って歌った。ゆずさんの栄光の架け橋、俺立って歌ったからね。え？立って歌ったのに。見えないんだもん。立って歌ったのに座った嫁の彩香に負けた。嫁一回も立ってないっす。あららら。嫁ね、座っても伸びるんすよ。そう。これ、でもやっぱ、立って歌ってもやっぱ抑揚つけないとダメだから。いや、そう。逆に言うのは、嫁を立たしたら終わりだから、ね。そうだね。93が95位って言ってるでしょ。じゃあ、だからまあ、今日大事なのは、やっぱお前は立って抑揚つけること。そうだ、マイクの距離だね。距離マイクをこう、って。そうですね。いや、かなり勉強になりました。やべ、かなり勉強になりました。そうですね。これでもうちょっといけるかもしれない。いや、かなりもうアドバイスもらった。いいですね。はい、でも確かに今からちょっと石倉めの曲を聴いてもらうんですけど、はい、皆さん聴いてください。この頃ですね、抑揚はゼロです。確かにね、抑揚がゼロな。確かに。まだ今はあると思うんですけど、この時の曲はですね、はい、抑揚がありません。はい、皆さん聴いてください。石倉めの格の違い、そろそろお別れの時間となってしまいました。はい。いやー、アザラシのコマちゃんがさ、かわいすぎて、うん、マジゲロ出る。いや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 、よくわからないから。なんなのこの時間ですよ。この時間絶対なんかこうなるよ、ね。かわいいからさー。いや、いいから。そ聞いたことないから。ゲー出ちゃうか。聞いたことないから。はい。もうどうしようもないわ。はい、はい、この番組では、ラジオの前のあなたからのメールをお待ちしております、はい。コーナーは普通のお便りを紹介するどんなにどんなに、はい、あなたがぶち込みたいことを送ってもらうぶち込め、はい。そして今日やりました。カラオケでいい点数を取るコーナー。俺このコーナーが一番、なんかね、ちょっと面白い、ね、あれだよ、ね、格の違いよ、そうよね。俺らが下にいる感じで、もうあのね、お前ら立ってみーやみたいな感じで、いや素晴らしい、ありがとう、これからも、ね、送ってください、よろしくお願いします、はい。受付メールアドレスは kaku@allnightnippon.com kaku@allnightnippon.com までよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、ほんと楽しかったので、また次週もよろしくお願いします。お願いします。ここまでのお相手はシクラメンデッパと桃紅茶と肉団子でした。引き続きゆずさんのオールナイトニッポンゴールドでお楽しみください。ここでゆずからのお知らせです。ゆずローソンキャンペーンが始まりました。8月19日から9月1日までの間、全国のローソンでゆずローソンキャンペーンが実施されています。唐揚げくんやアイス、ゆずチーズやカレーパンなどゆずオリジナル商品の販売をはじめ、対象商品を含む税込み600円以上のレシートでローソン限定ゆずプレミアムライブチケットなどが抽選で当たるキャンペーンです。詳しくはゆずオフィシャルサイトをチェックしてください。はい。そして、デジタルニューシングル、はい、夜霧の石崎町愛の新世界編が配信中です。ゆずが北見川純子&ムーチョ恋わさーとして歌うデジタルニューシングル夜霧の石崎町愛の新世界編が iTunes レコチョクにて配信中です。またカラオケジョイサウンドではゆずになりきってみよう企画キャンペーンも実施中、ぜひチェックしてみてください。はい。そしてゆずアリーナツアー2014新世界ではライブフォトサービスを実施中です。その日に、行ったライブ、の写真をすぐに購入できる、ライブフォトサービスが、今回の新世界ツアーでは実施されております。ソロショットも含めた販売も行っているほか、公演名、氏名、座席番号も、入力可能です。詳しくはゆずオフィシャルサイトをチェックしてください。そしてドキュメンタリー番組、新世界の世界が配信中です。動画配信サービス Hulu 内にて、新世界ツアーに密着したドキュメンタリー番組、新世界の世界を配信中です。現在 Hulu1 ヶ月無料トライアルキャンペーンも実施中なので、ぜひチェックしてみてください。それではここで一曲聴いてください。今週のオールナイトニッポンゴールド一押し曲です。中米グアテマラの密林地帯にかつて
マヤ文明最大の神殿都市ティカルが栄えた。その広大な遺跡群の近くに人知れずひっそりと存在している遺跡がある。チチクリ遺跡である。そこに一冊の古文書が残されている。名前はムラムラーテの泉。この経典には世界各地から集められた聖の奥義が書き連ねてある。二人の編纂者のもと日々書き加えられ、その数は万の単位と言われる。万の単位、万の単位。そして今夜もまた一つ時空を超えたエロの神言が書き込まれることになる。ブラックアップ。私がムラムラーテの泉編纂チームリーダーの講師エンであるにょ。マラカップ。私がムラムラーテの泉編纂チームサブリーダーのエルネストであるにょ。我々はここチチクル遺跡に伝わるエロの奥義を集めた聖の経典ムラムラーテの泉に日新しい情報を書き加えているにょ。インラケッチ。今夜もハポネスたちからムラムラーテのエロ情報が寄せられているにょ。インラケッチ。ラジオネーム栗ご飯はうまい、福岡県。某大手検索サイト Google で薬取りとカタカナで入れて検索すると、うん、ひょっとしてクリトリハテナと出てきます。出てきますが、そのクリトリという言葉にエロさを感じがち。ひょっとし、あ、出てくるじゃないですか。とかね。検索すると。ちょっと間違うと、ね。なんかちょっと間違えてたりね。ひらがなで入れちゃったりすると。ひょっとしてあなたが調べようとしてんのは、うん、みたいな形で。こっちじゃないですかねっていう。クリトリハテナみたいな。いいですね、これは。ね、今皆さんやってみてくださいね。ね、薬取り。薬取りと言える、ね。薬取りと言えると。間違えちゃうかもしれない。ちょっと誰か今、繋いでる人います、うん、います、うん、あ、今。レモンね。あ、レアやってくれてます。あ、今ね。野村ちゃんがやってるのかな。野村ちゃんがやんなくていいんじゃないか、これは。野村ちゃんがやんなくていいんじゃないか。野村ちゃん、今日、うん、そうなんですよ。野村ちゃんが実はね、うんうん、辞めることになったんですよね。そうなんですよ。ね、会社を、あ、来た来た来た。ああ、今、はい、サンボが調べてくれたやつが。どれ、来ていいですか。はい、もしかして、うん、クリトリって書いてある。すごいね。本当だ、出るんだ。優秀なんでしょうね。優秀ね、うん。薬取りからここまで発展して、うん、薬取りが、うん、クリトリ。なるほど。ありがとうございます。野村ちゃん、そう、あ、ね、野村ちゃん辞めちゃうんですよ。野村ちゃんが、話の流れが、ね、ね、野村ちゃん今日が、はい、それ最後なんですよ。で、今日最後なのにまさか野村ちゃん自分の持ってる iPhone で、うんうんうん、まさかクリトリってまさかですよね、最後に来て。そんな優秀の美がね、まさか。ねえ。野村ちゃん、この後は決まってるんですか、なんか。何するとか。あ、海外行く。まず海外に行って。海外行って。何するの、海外ってどこよ。海外まだ決まってないの。あ、そうだ。そうですか、うん。お疲れ様でした。あ、ね、長いこと、うん。ありがとうございました。ありがとうございました。ね、山口県、はい、夜霧の田舎町。うん、お風呂の線を抜くとき、はい、線を抜いて垂らしたままにしておくと、うん、お湯が減ってくるに従って穴に水が吸い込まれる勢いが強くなり、うん、最終的に、うん、ズッズブッズブッズブッという音とともに線が穴にぴったりはまる光景を目の当たりにして体が追い焚き状態になりがち。追い焚き状態になりがち。そうですか。置いとくと ね最後もうラスト水がなかった頃にこうシャーっていってズブズブズブ置いたっけ。ちょっと、ああ、なるほどね。何をやってんすかね、うん、すごいね。ねえ、さて、長野県、ラジオネーム街角に佇む男。夏祭りの屋台で、はい、フランクフルトを買う女は行った後の男性の地元を容赦なくしごき続ける。まあこのコーナー別に
下品なコーナーですけど、にしても下品ですね。にしても下品です。ねえ、にしてもですよ。なるほどね。さあ、お得意の決めつけ。ね、完全に決めつけております。今日は夏祭り二部作で来てくれましたけども。さあ、どうしましょうかね。やっぱり今日はこれじゃないですか。お、Google で。Google。うん、行きましょう。はい。というわけで、某大手検索サイト Google で、うん、薬取りと、カタカナで入れて検索すると、うん、ひょっとしてクリトリと出てきますが、そのクリトリという言葉にエロさを感じがち、こちらを、書き加えましょう。インラケッチ。というわけで今日送ってくれた栗ご飯はうまい福岡県にはですね、はい、チチクリアカデミーの会員証となるインラバッジを送りつけるので待っているように、はい、さあといった具合にこの放送を聞いているアプネスたちをぜひ性の協定ムラムラというネズミに収録したいと思うエロい情報を送ってくれたマイニョ、ぜひ自由な発想でこちらまで。はい、スペシャルムラムラ宛てアドレスです。 titikuri@1242.com titikuri@1242.comでは最後はシリーズ使い方によってはエロくなっちゃう言葉でお別れだ。上で動く、これに合わせろよ。甲州花会インラケッチ。毎週木曜日のこの時間はゆずの北川友人と岩沢浩二でお送りしております。さて、年齢に関係なく自分は本物、そういうエピソードを送ってもらい我々が判定、見事これはリアルだ本物だという結論が出れば証明書を発行するこのコーナー、果たしてそのギリギリマックスの限界点と言えるのは一体どうだ。すごい小気味良かったですね今ね。もう一回聞きたいぐらいの感じで、ね、さあ始まりました。スタートっきりマネ報告。盛り上がってまいりました。どうしたどうした、ね、どうしたどうした。11時も回りますね。どうした、こうなりますから、ね、火曜日ですね。いやいや、木曜日です、ね、木曜日です、ね、間違えないでください。まさか逆さま、はい、横浜に憧れる僕は俳優の反町隆史さんの名字を、うん、丹町と読み間違えることがあります。本物ですか。いや、本物、本物でしょう。本物でしょうね。丹町ですよ。丹町ですね。横浜駅のね、はいはい、東急東横線です、はい。横浜駅の次の駅です、はい、渋谷より。我々はもう丹町とついつい読んでしまいますね、確かに。丹町です。そうですか。ありがとうございます。東京の方なのに、そんなに横浜を愛していただいて、ありがとうございます。丹町隆史。丹町隆史。かっこいい。ラジオネームキラリ、奈良県の方、はい、オーバーリアクションの私は話をしている間に必ず動きが大きすぎてどこかに体や腕をぶつけます。ああ、こんな私は本物ですか、うん、本物のオーバーリアクションかという、うん、わーとか言ってても、うん、わーみたいな手のバーンとかね、あたすってあたすあたすっていう、そこであたすまで欲しかった、ね、あたすまで欲しいですね。ちょっともうちょっと見えたかった、ね、はい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 、まあ、じゃあ、もちろん惜しいと。惜しい。具体例が惜しい、長野県ラジオネーム、街角に佇む男。今日、全コーナー。すごいな。すごいですね。まあ、全コーナー、まあ、うん、来てますね、はい。車に精通している僕は、ベンツのことをメルセデス。本物ですか。お前、ねえ、何新しいメルセデス買ったの。短いじゃん。ベンツの方がいいやぜ。ベンツの方がね。え、何乗ってんの。あ、ベンツです。あ、メルセデス乗ってんだ。言い直したやつだね。言い直したやつ、ね、うんうん、これいかがですか。精通してるっつうか。そうでしょ。言いたいだけじゃん。言いたいだけで、ね、まあ、ちょっとね、埼玉県ラジオネーム瞳。はい。人の話を聞かない私は、うん、大将がこってり醤油を押してきても、うん、あっさり鶏塩を頼みます。ごめん、最初の頭なんでしたっけ。人の話を聞かない。人の話を聞かないのね。うん、うちはね、うん、もうね、絶対こってり醤油だから。これを食べなきゃ、うちの店に来たとは言えないよ、うん、さあ、こってり醤油と、あっさり、鶏塩、どっち。じゃあ、あっさりの方ください。これは、聞いちゃいだよね。天一とかね。天一とかね。これはいかがでしょうか。これはでもね、うん、人の話聞いてないよりもなんかね、自分の好きなもの頼んでいいと思う、うん。自分の好きなもの頼む、ね。いいと思いますけどね。自分を貫くというのね、うん。食べたいやつをね。食べたい。ラジオネーム、カカオ豆次郎。はい。せっかちな私は飲み物を冷ましてるとき、うん、2から4秒おきに、コップを触って、冷め具合を確認します。うん、本物ですか。うん。もう。はあ、だから、まあ、冷ましてるんですよ。ああ、ちょっと熱い飲み物をね。熱いな、これ。うん、とかって、うん。で、もう大丈夫かな。ああ、うん、もう冷めたかなっていう。まあ、まだか、ちょっと待ってね。もう大丈夫かな。このぐらいのペース。このぐらいのペース。これだいぶ早いよ。これはせっかち、ということですね。これせっかちですかね。あ、せっかちじゃないですか。これせっかちだね。ね、うん、差し上げましょう。うんうん、
これはだいぶせっかちでしょ。2から4秒。2から4秒ぐらい。結構早いに。2から4秒、ラジオネーム、豆乳コーヒー。はい。面倒くさがりの私は、どこかに出かけたいなと思っても、洋服に着替えるのが面倒くさいので諦めます。こんな私は本物ですか。したくないっていうね。そう、やっぱり、ちょっと出かけるとなると。うん、だから、その、どこかに出かけたいなの、レベルにもよるよね。おうおう、と言いますと。いや、だから、例えば、まあ、僕本当にはい、ユニクロの部屋着大好きなんですけど、家に帰るとユニクロの、ね、有名な、はい、部屋着を着てるんですけど、はい、まあでも、うん、部屋着だけども、うん、別にコンビニは行けるわけ。はぁ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 、なるほどなるほど。コンビニは行けるけども、はい、まあ、レストランに食事は行けないとか、なるほどなるほど、出かけたいのレベルに、でそういう意味では、うん、めんどくさいから、まあ、コンビニ行ってなんか済ましちゃおうかなとか。いや、着替えても何か食べ行こうかなとか。っていうか、もうそこの近所にも行けないレベルなんでしょうね、きっとね。ねえ。部屋着が。ねえ。うん、部屋だから、うん、正確に言うと、部屋着がひどい私は。そうだね。だから、そうだね。部屋着がひどい私は、出れないんだよ。どっかに出かけたいと言っても、うん、洋服に着替えませんと。ちょっと惜しかったと。部屋着が残念な私は。残念な私は。ね、茨城県ラジオネーム、スミックが落ち着く。はい、正直者の私は、小3の姪っ子が手作りのクッキーを持ってきてくれても、美味しくない。うん、と、正直に言います、うん。こんな私は本物ですか。いや、正直だね。正直だ。あげていいですか、あげていいじゃないですか、もうね。もう、正直に、ね。正直に美味しくないものは美味しくないと言おうと。次から気をつけろよっていうね。うん、教育です、これ。教育。教育と、うん。なるほどね。うまくねえよ、これ、つって。なるほどね。これが教育だと。そうですよ。なるほどね。で、小3だからね。まあ、どう、私の作ったクッキーどう、美味しくない。全然美味しくない。硬っ全然美味しくない。石川硬っ、これは石川まずっ、ね、うん、はっきり言ってあげましょうか。はっきり言いましょうか。それが何でしたっけ、それが教育です。教育ですか。なるほど。ラジオネーム、リンゴちゃん、はい。超反抗期の息子の扱いに慣れている私は、息子の携帯の登録がお母さんではなく、おばあちゃんになっているのを知っても、切れないです。本物です。これどう、なんでなんだろうな。これがなんかその、うん、反抗してるということですか。もうだから、うん、ね、そういうもうお母さんじゃなく、うん、もうちょっと年のいった入れ方してるっていうか登録の仕方ね。まあ、せめてなんかこれおばさんだったら逆になんか反抗してる感があるけども、うん、おばあちゃんになっちゃうとどういうこれいたわってるレベルに、そうだね、なりそうですけどね。なんか。うん、見られんのが嫌だったりとかするのかな。でも、そうなんだ。おばあちゃんか、でもな。お母さんたちって、俺たちはほら、携帯なかったからね。うんうんうん、学生の頃は、うん。お母さんたちってのは、子供が使ってる携帯の、うん、見るんだ。見るんじゃないですか、もうね。これ、個人情報。超反抗期の息子にとっちゃ、これ、とんでもなく辛いことなんじゃないですか。おばあちゃんおばあちゃんってなってるよ。おばあちゃんね。うん、なるほど。京都市、ペンネーム、マイノリティなにわ。無邪気な私は30過ぎの男ですが、うん、記念写真を撮るとき全力でダブルピースをします。こんな私本物ですか。うん、いいんじゃない。いいんじゃないですか。別にね。まあでも無邪気。無邪気な私は30前の男ですが、うん、男ですが、うん、ダブルピースを全力ですると。いいじゃないですか。いいんじゃないですか。ねえ。うん。うん、で無邪気、無邪気ということで、うん、いいですか。いいのかな。無邪気なのかな。無邪気。うん。無邪気。差し上げましょう。ね、なんか基準がよくわかんなくなった。千葉県ラジオネーム、大山。大山。はい。人情深く義理がたい僕は初めて喋った言葉が、ありがとう、うん。だったそうです。本物ですか。うん。まあね、初めて言葉を発した時に、ありがとうって言ったっていうね。普通はね。はい。ね。うん、まあまあ。あ、そうね、まあまあ。パッパーとか。でないですか。うん、それが。ありがとう。ありがとう。完全に今、猪木さんみたいな。ありがとう。ありがとう。うん、まあ、本物、人情深いのかな。本当だったらね。本当だったらね。っていうのをつけますよ。ああ。どうしますか、本当だったらこれ本物ですよ。じゃあ、まあ、保留です。保留。保留です。保留。うん、ラジオネーム、はい、拓吉郎、うん。橋が大好きな僕は。橋ね、うん。ブリッジ。先日神田川にかかる約140本の橋すべ、うんうん、てをチェックしに行き、はい、この橋は色気があるわ
とか言ったりしました。うん、こんな僕は本物ですか。ごめん、何の人は。橋が好きなんだって。橋が好きな私は。神田川にかかる約140本の橋。神田川っていうのはその140本の橋があるんだ。まあ、それを知らなかったね。ねこれぜひあのタモリクラブでやっていただきたい。これこの橋は色気があるね。あいいね。ね、うん、もしねそれタモリクラブでやったらそこで専門家としてね、うん、お呼ばれしていただきたいぐらい。ね橋が好きなんです。橋専門家になっていただきたいですよね。でも絶対いるだろうね、橋専門家って。でも俺たちもこの間あの、うん、ソングスのさ、撮影で、船に乗って、はい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 、あそこ、道頓堀、うんうん、のところずっと川を下ったのか登ったのかちょっとわかんないけど、はいはいはい、行ったじゃないですか。そうするとすっごい数の橋があって、うん、橋って見ると全然違うのね。違いますね。うん、しかもまたそのノーコンセプト感がひどかったよね。統一感がね。そう、うん。もうちょっとそのなんか、もうちょっとコンセプトをしっかりした方がいいんじゃないのっていう、うん、あの。この橋はうちにあるからこう作るよみたいな、ね。そうそう、なんか。割と画が強いやつ。ねどんどんこう違う展開を見せていく、あの橋は。まあなんとなくわかりましたけど、どうでしょう、橋好きとしては本物ですか。いやもうなんか極めていただきたいですよね、うん、これを機に、うんうん、まだじゃあちょっと本物とは言い切れないと、うん、差し上げていいんじゃないですか。じゃあ合唱させましょう。頑張ってください。頑張って。じゃあ、ね、本当の本物にどんどんなってほしいですね。長野県ラジオネーム街角に佇む男、うん、おー今日出しますね。武田信玄が好きな僕はライバルだと思っている友達のことを謙信というあだ名で言うのは本物ですか。これでいかがでしょう。何度目の川は中島なんですよね。ねね。どうでしょう。あね、あのそうか、謙信か、影虎だったかっこよかったね。おうおう、さらに、ね、もう一本、ね、もう一本、ね、なる前のね、本物の信玄好き、もう一本作るの欲しかったなと思う。でもさ、それまではさ、うん、おい田中とかしたのがさ、うん、ある日なんかあって、はい、まあ、例えばじゃあリレーの選手になれなかったのかな、おうおう田中のせいで俺は、おうおう、そうした時にさ、うん、次の日学校行ったら、おぉ、謙信。なるね。もうライバルになった。いつからなるんだろうね、謙信に。あったその日、うん、一目あったその日から謙信ってなるでしょ。そうね。あの時を境に謙信になるわけだからね。まあ、でもまあ、その田中君は絶対振り向かないけど、うん、謙信って言われても、パッキャタン、俺っていうね。キャタンしまちょっと、大変ね。そうね。さて、これと思うんでしょう、はい。そんなエピソードを持っているあなた、ぜひこのコーナーに挑戦してみてください。はい、我々が本物だと判定した人には、エコロジーな限界点の到達証明書を発行します。はい、一度ダメでも何度挑戦しても OK です。書き出しは〇〇の私を〇〇の僕はで始めてください、うん。果たして君の持つリアルの限界点はどこだ。はい、送る際には必ず住所を書いてください。ない場合には本物と認定されても証明書の発行は当局からの通達によりできないことになってます。メールアドレスです。yuz@allnightnippon.com yuz@allnightnippon.com リアルの限界点お待ちしております。さあ、今日は押しますね。はい。コーナーに続き、うん、曲も行きましょう。シクラメンで。はい、毎週木曜日のこの時間はゆずの北川悠仁と平沢浩司でお送りしております。今日のテーマは、私がやってみた小さな冒険。読んでいきましょう。静岡県ラジオネーム、そらまめまめ。あの時、私の背中を押したものは何だったのでしょうか。小学生の頃、友達と雨上がりに出た虹を見て、虹の一番端っこってどこにあるのかなという話になり、その端っこを探しに行ったことがあります、うん。虹の端っこはかなり遠く、ヘトヘトになった頃、とうとう草むらから伸びる、今にも消えそうな虹の端っこを見つけたのです。すごい。私たちはお互いを称え合い、喜びと達成感でいっぱいになりました。しかし、うちに帰り母に興奮気味に報告したところ、ふーんの一言で片付けられ一気にテンションが下がったのを覚えてます。なるよね。ああ、ね、まあね、なかなか分かち合えないそういうのがね、そのやっぱ道中のそのうわー、いや、なんとか行きたいとかね、たもとはどこだってね、虹のたもとはつって、うん、俺あれ感動したな、やっぱ、うん、雨の境目に出会った時、その雨雲の境目というか、うんうん、ここからはもう雨が降ってない、うん、へーっていうとこに出会った時ね、場面が変わるぐらい、うん、おーっていう、へー、うん、これ嬉しいけどね、なかなか理解はしてもらえなかったですね、次行ってみましょう。はい、こちら葛飾区ひもの OL ミュー。あの時私の背中を押したものは何だったのでしょうか。大学時代、私の所属するテニス部では少しでも強く見えるようにと、夏のリーグの時期に髪を茶髪に、いや金に染める習慣がありました。
普段は黒髪の私もその時期だけは毎年茶髪にしていたのですが、うん、4年生最後の夏はいつもと違うことがしたいと、何を血迷ったのか、髪を緑に染めることにしたんです。おしかし、最近のドラッグストアやドンキホーテを探し回っても緑の、染毛剤が見つからず、駅前の洋華堂でようやく見つけたのは おばさまたちが髪を紫に染めるようなシリーズの、はいはいはい、その名もオリーブグリーン。おーいいねー。嫌な予感がビンビンしましたが、一生しない髪色にしてみたいという好奇心と、これまで来たらここまで来たら引き下がれないという無駄な意地に後押しされ、そのままゲットトライ。結果頭の中ではレディーガーガのような鮮やかな緑をイメージしていたのに、どう頑張っても緑には見えない黄土色っぽい汚い金髪になってしまいました。間違えたアッシュだね。オリーブグリーンで、妥協せずちゃんと美容室で染めていればと、当時は後悔しましたが、ガガ様はグリーンになっていた方々がいろいろ大変だったのではないかと今では思います。はい、何で強く見せたく、テニス部ですね。テニス部で大学生ね、テニス部でそ髪の毛染めてるのが強い感じするそれちょっと宗岡君どう、トップドックスはそんなこと全然思わないするよちょっとあの子すげえなんかシャラポワみたいですげえ強そうみたいな。あ、そっち外国の方みたいな、みたいなね、ちょっとだから威嚇の意味も込めてね。はあ、なるほどね。超うまそうじゃないあの子みたいな。あ、なるほど、そっちか。まず威嚇しようみたいな。ああ、でそれでさ結構さ、はい、すごくうまかったらいいけどさ、うん、すごくうまくなかった時のさそうね、その偽シャラポワ感がさ、まあ、まず威嚇ですよ。へ、なるほど。あいつ大したことねえなって思われるかもしれないですけどね。愛知県おかちゃん、はい、あの時私の背中を押したのは何だったのでしょうか。私には高校1年生の時から好きな人がいるのですが、大学が違うので卒業してから会えなくなってしまいました、なので思い切って映画に行かないと誘ってみました、なんと返事は OK、 迎えに行くねと言ってくれたのです、次は助手席乗せてねと言ってみたらいいよと言ってくれました、行き帰りの車の中は私が緊張してしまい終始無言、映画の内容も緊張しすぎてあまり覚えていません、最初で最後の映画デート、とても良い思い出です。これ先ほどの話とちょっと通ずるところがあるんじゃないですかね。卒業後のそのメールとかですよね、また再会して一回デートしてそれっきりみたいな。ああね、これあのミキちゃん、あれ話していいかな、篠原の話いないからね。いいかな。もうミキちゃんがいいって言えばそれはいいんじゃないですか。うちのチーフがいいって言ってるから、うちのマネージャーね、はい、まあ、S 君っていうのもいいんだけどS 君っていうね、はい、仮に S としましょうよ、ね、もう本当にあいつは俺が知ってる中でも数いる本当女性の敵っていう、まあぐらいの結構ことをやるんですけども、はいはいはい、最近のその出会いっていうのは、なんていうの、あのまあ学校の友達とかそういうのもあるけども、なんかこう、まあ、Facebook だりとか、SNS 的な感じで、まあ、出会うこともまあ、昔よりはあるみたいで、ちょっと我々は、まあ、こういう職業ですし、あんまり Twitter も Facebook もやってないので、どういうことかわからないんですけど、まあ、あるらしいんですよね。これで、まあ、まあ、ちょっと知り合った女の子と、まあ、いい感じに、そのまあ、なんか、やりとり、ネット上のやりとりで盛り上がって、で、じゃあ、花火に行こうという話になって、はいはいはい、まあまあそれはいいじゃないか、ね、よかったねと。でいざ、あの花火に行く日になったんですけど、なんか花火に行くのにその前にちょっと映画見てから行こうよみたいな感じになって、そういう流れになったという、映画見てから行こうみたいな話になって、はい、で映画を見てたら、なんか無性にもう帰りたくなったんですって、あれなんかもう気持ち冷めちゃったみたいな、ほいで、映画が見終わって、花火見ないで、帰ったんだって。花火に誘ったんだよ。はいはいはい。花火に誘って、まあ、例えば花火は見た。ね。で、まあ、その後食事はどうしようかってなった時に、はい、ちょっと、もしかしたらそこでじゃあ、明日食事はしないで明日も帰るっていうことはあるかもしれないけど、花火に誘って映画を見て花火に行かずに帰るという、でもそんなにあれでしょ、あの頻繁に初めて会うとかぐらいじゃない。2回目か、2回目なんだ。2回目とか、じゃあまあええね、あ、それは違う、はいはい、それ SNS じゃなくて、はいはい、あいつ関西でナンパしたんだあ、某 K という土地で S 君がナンパしたと、あいつは、あのね、
バー、うん、バー、うん、バーってあるでしょ。なんですか。バーってさ、バー、バー飲むバー、はい、バー飲むバーすごいこう見えないバーとよく見えるバーがあるじゃん。ちょっとまあ、外から見て、はい、で外から見てパッと一人でいる女の人とかがいると、はい、ふって入るんだって。へー。で何気なく三つ隣ぐらいにさ飲むんだって。うん、でお一人ですかみたいな感じで結構仲良い。それは SM、また別の話だった。別の話だったね、うん。もういろいろあって、ちょっとぐっちゃぐちゃになっちゃったんだけど、俺も。まあそれがトータルで、女性の敵という。うん、敵っていうね。すごいでしょ。へぇー。花火に誘っといて、映画見て、結局帰、花見ないで帰るっていう。そんなに、あいつだって酒もそんなね、お得意じゃない方じゃないだって。カシオレですよ。カシオレ戦でしょ。カシオレ戦。基本カシオレでしょ。カシオレですよ。カシオレでバーに入る勇気っていうね。すごいよね。カシオレ。うん。ねえ、もう。じゃあすいません、カシオレとか。カシオレ。カシオレ一つ。カシオレとか。なそうまあいいんだけどね、カシオレは悪くないよ、うん、別に。うん。ねえ。なかなかどうして。うん。まあちょっと余談ですけどもね。うん。まあこれはだから、緊張しちゃって喋れなかったっていう。うん。なるほど。すごいなんかね。うん、ラス1か。はい、うん。ではこちら行きましょうか。町田市、吉信、あの時私の背中を押したものは何だったんでしょうか。僕は今までコンビニなどでジャンプなどの少年誌しか買ったことがありませんでした。おほほほ。しかし、うん、ある日ヤングジャンプの表紙に、はい、あの大島優子さんが散々悩んだ挙句勇気を振り絞ってレジへ生産を終えコンビニを終えたコンビニに出た時僕は勇者になっていました。はいはいはい、いいですね。やんじゃんで、素晴らしいですね。この感覚。素晴らしいですね。素晴らしいです。素晴らしいですね。どんどんステップアップしてほしい。素晴らしいですね。あっちの世界にも。これ行き過ぎると、イデが買ってたカルビっていう。あれも、カルビっていう。私が、イデが時々買ってたカルビっていう。高校時代のお話。いやいや、もう、うん、卒業してからですね。あ、そうですか。エッジ本ですもん。二十歳そこそこの。ね、カルビ知らないでしょ、みんな。カルビ知らないですよ。カルビ知らないでしょ。カルビ知らないですよ。カルビとんでもない本ですよ、井出が買ってた。カルビは最初グラビアなんですよ。うん、で、グラビアから途中漫画になるの。このグラビアの子が。ほんでなんかエッチなことがあって、またグラビアに帰ってくるっていう。カルビ。そういう実際の描写が漫画になってるって。はい。これはもう井出くんがよく買ってたカルビですね。ねもうやんじゃこれ行き着くとこ、僕のゴールは、だから、ね、その、はい、カルビだと思ってます。グラビアの向こう側がある。グラビア。ね。グラビアの向こう側にカルビがあるぞと。もう、ね、吉田も分かったから。もうだろうな、うん。参考にしてほしい。もうねえだろうな、カルビな。まだあんのかな、どうなんだろう。はい。いや今日はね、はい、祭りの今日話結構あったね。ああいろいろ、ね、お祭りの話もあったので、うん、この曲行ってみましょう。ゆずで。夏。未来に向かうとき、そっと背中を押してくれる場所があります。勇気をくれる場所があります。そんなみんなのふるさと、自分が自分に戻れる場所について教えてもらっています。福岡県のさきさんからいただきました。私には、中学のときやっていたバレーボールの部活で、忘れられない出来事があります。2年生からレギュラーにしてもらい臨んだ大切な大会、私はボンミスを繰り返して結局チームは試合に負けてしまったんです。試合後落ち込む私に顧問の先生が声をかけてきました。そして突然こんなことを言われたんです。もし今自分が下手でチームが負けたそう思っているなら、それは間違いだ。驚いて顔を上げて先生を見ると、さらに、俺はお前が下手だったとは全く思っていない。足りなかったのは、技術じゃなくて、自信だ。そう話し始めたんです。不安な気持ちのまま、どうして何もせず試合に臨んだのか。不安ってやつは逃げたって知らないふりをしたってどこまでも追いかけてくる。なんで不安と正面から向き合って5分でも10分でもいい一人残ってでも練習をしなかったんだ。やれることは全部やった、そう自分で思えればたとえ不安は残っていても自分を信じることはできたはず。自分を信じること、それが自信だろ。私は本当に本当にその通りだと感じました。不安をごまかそうとして結局
不安に押しつぶされたんです。自分の情けなさにその場で泣き崩れました。この時の顧問とのやりとりは私の原点となっています。今遠い夢を追いかけている私は毎日不安に追われています。だから時々自分で自分に問いかけています。今日やれることはやった？その自信はちゃんとある？さて、あなたの自分が原点に戻れる場所はどこにありますか？そんなエピソードを教えてください。ぜひリクエストを添えてこちらまで。メールアドレスです。 is@allnetnippon.com is@allnetnippon.com ふるさとの係まで。ここで東北放送で聞いてくれている皆さんとはお別れとなります。次回の番組については日本放送の番組サイトをチェックしてください。その他の地域の皆さんはこの後も番組は続き、今日の X ジャパン占い、ジェラシーを引き込んだあなた、ラッキーパーソンはパーター。ブルーブラッドを引き込んだあなた、ラッキーフランダースの犬はパタラッシュ。今日も残り10分とちょっと、ユズのオールナイトニッポンゴールドは自分探しで海外に行っちゃうタイプの輩を全力で応援します。はい、オールナイトニッポンゴールド。福田ゆずのオールナイトニッポンゴールド。この番組は STV ラジオ、青森放送、岩手放送、山形放送、東北放送、茨城放送、信越放送、山梨放送、北陸放送、福井放送、東海ラジオ、FM 心、和歌山放送、山口放送、九州朝日放送、長崎放送、大分放送、宮崎放送、以上各局を結んで東京中大学有楽町日本放送キーステーションに全国19局ネットでお送りしました。さあ今日はね、この後、うん、僕らちょっと行けないんですけども、うん、ね、みんなで、うん、これから野村ちゃんの送別会、ああそうですか、があるということで、ね、うん、全力で、うん、応援してますという、ね、うん、なぜか柿穴が来る、なぜか来る、なぜか来る、うん、あいつだってここには全然来ないじゃんかなんかよくよくそのうちの番組の、うん、なんか俺たちなかなか行けないもツアー中で、うん、だけどうちの番組のなんかそういう打ち上げっていうか、まあ、スタッフみんな飲み行ったりしてんだよ、うん、そこに必ずいるんだ柿穴が、いますね。ねえ、何なの、よく朝生があんのに ね帰り見ずに来ますよ、何なんでしょうかね、さて、はい、この番組来週と再来週の2週間お休みとなります。あ、そうですね、はい、うん、そのため次回の放送は9月11日の木曜日となります。はい、少し、先の放送となるので、忘れないように手帳やカレンダー、うん、トゥードゥアプリに後じゃなくて今、はいはい、今です。今すぐに書き込んでください。そうですね、忘れちゃいますからね。はい、書きましたか？あ、いや、大丈夫ですか？その間を作ってくれたんだよね。待ってましたよ。あ、そうなんだ、はい、書いてください、お願いします。きっと書いたと思います、はい、はい、お願いします、はい、ちなみに募集するメールのテーマなどは、はい、番組のホームページと公式ツイッターでお知らせしますので、はい、ぜひチェックしてください。送ってくださいね、はい、はい、うん、その他テーマに関係なくどうしても話したい出来事、どうしても聞いてみたいこと、はい、番組の感想や、うん、こんなことしてほしいという要望などあればメールで送ってください。コーナー初めてだよ、呼び込んだ。さては他力本願。ここからテーマ探す気だな。はい、メールアドレスです。 yuzu@allnetnippon.com、テーマフリーです、送ってください。いつ行くのよ、海老名。ああ、海老名さ、水野くんと行く、水野くんと行く。海老名サービスエリア、そんなな、うん、俺たちがツアー回ってっからちょっと時間取れないけど、うん、水野くん忙しいのかね、どうなんでしょうね、うん、ぜひ行きましょう。ね、ゆず散歩ね。ここまでゆずの北川友人と安田浩二でした。